こんにちは。今日はカーチョエペーペを作ります。カーチョエペーペのカーチョはチーズのこと、ペーペは黒胡椒のことですね。では材料はこちらです。どうぞ。パスタこれ 1.8 ミリね。今日は、ブロンズ口金のザラザラしたパスタ使います。あと、ニンニクとこれパンチェッタの細切り、それからこれもペコリンチーズをすりおろしてあります。それと黒胡椒ですね。言ってみるとこれカルボナーラの卵抜きみたいな感じで今日は作ります。まずニンニクを炒めるところからスタート。ここにゆで汁を入れて、さらにチーズをね、チーズをたっぷりと入れますな。で、これで少し煮詰めてソースにします。あとはパスタを混ぜるだけ。胡椒たっぷり、よし、パスタ完成。盛り付けます。たまんねえ。うまそう。さらに追いチーズね、追い胡椒で仕上げました。よし、完成。いただきまーす。カーチョエペーペ、いただきます。あ、うまい。あ、これはうまいわ。このカルボナーラと同じで、黒胡椒の、大粒の黒胡椒がカリッという感じがとってもいいんですよ。大人版カルボナーラチックな、そんな感じですね。極めてシンプルなスパゲッティですね。いや、うまい。よくね、風邪ひいた時に日本人はおかゆ食べるでしょ。イタリア人はそのおかゆがこういう感じらしいんですよ。要はチーズだけのパスタみたいな。
これはパンチェッタとか黒胡椒を入れましたけど、風邪ひいた時に食べるおかゆみたいなパスタ、チーズとパスタだけとかね、それにちょっとオリーブオイル加えたりもしますけど、そういう感じらしいんですよね。まあいわばそのお袋の味的なね、風邪ひいたらこれ食えみたいな、そういうパスタだそうです。うまい。うん、いやー美味しかった。思い出すな、あのトスカーナのね、山奥のワイナリーブルネロ・ディ・モンタルチーノっていうね、いいワインがあるんですよ、赤ワインの。そこの生産者に何回か訪問したんですけども、マンマがいつもこれをね作ってくれたんですね。でもマンマのパスタは乾麺じゃなくて手打ちです。で、翌年また行った時にその手打ちのパスタを教えてもらったんですよ。 2,3 分茹でれば出来上がっちゃうパスタなんですけど、まあその手打ちのカーチョエペーペーが忘れられなくてね、まあそれで帰ってきて乾麺で、まあ身を見まねで作ってみたと。ではこれですね。ごちそうさまでした。まあこんな感じでまたお目にかかれたらと思います。では今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価と、高評価いいねボタン、通知ボタン、あとは登録よろしくお願いします。ではまた、チャオチャオ、チャオ。